もともと僕その劇団七夕日って渡辺正樹さんの,あの劇団でお世話になっておりまして新人コント大会とか結構手伝ってたりしてたんですねそれであのうっちゃなちゃんとはなんとなく顔見知りの状況でありましてちらっとなんかお会いしたり。 したらちょっとお話しするような間柄ではあったんですがうん、うん、で僕がプロデュース45年ぐらい前にたまになんかあのお芝居をプロデュースさせていただくんですけれども、うん、その時にあのなんちゃん誘って、うん、え一緒に作りませんかということで、うん、なんちゃんにも本を書いていただいて出てもいただいてとていうことで一度オファーさせてあの一緒に作らせていただいた中なんですね、うん、それで今回「うちこ座」ということであのなんちゃんの 虚現の方もやられてるんで、うん、あのいろんなの全国の声も慣れてらっしゃるからあじゃあふっと頭に浮かんだのが南原さんで「あなんちゃんいかがですか?」っていうことをプロデューサーの方にお話しさせていただいたのは最初です。うんはい いやもう今のは上上出来ですよ今ねぶわーと喋れてねそうそうそう,そう大したもんですもうちょっと行っちゃいましょうかいやいやいやもうでもなんちゃんの<さ>あごめんなさい、はい、なんちゃんの魅力も聞かれたんで、はい、なんちゃんの魅力は、はい、あの役者だけではなくその役と素の出入りが非常にスムーズに やれる方でしてでそれってなかなか役者にはできないことでしてそのスムーズに入ったり役に入ったり素、えー、に戻ったりそれがもう鮮やかな感じで今回もそれやっていただけるんですけども本当にそこはあの役者にはない魅力でそこを僕は大好きでお願いしているところでございます。はい、ありがとううございます僕はねもも本当にに好きにやららさせてもらってっ さんも役者さんなんで僕がアドリブで言ったところも返してくれたりとか受け止めてくれるんで非常にややりすすいで受け止めれないところは多々ありますが時々受け止めながら反省してる時いるいやでもすごくやりやすく大人の役者さんで私もすすすごくややりいでもともとプロデュース能力が高いんでいろんな人に顔が効くんですよ。 で今回の作演出ね、えー、脚色をなさってしてくださってる、えー、倉,持倉持さんも,もう近藤さんがこう引っ張ってこられたんで。 ええ、非常にこうプロデュース能力があるんでもうそれに任せて私は好きにやらせてもらってます,そうすもう小劇場のメッカですから、ね、メッカですからもう本当に若い時ここに立つことが目標だったんです,そうですここに立てればあとはすべてがうまくいくというそうなんですそれに今立てるっていうことは本当に幸せなことでございます、ええ、でここでの小劇の場での、えー、実はあの七下北沢であのそんなにあの回数はやってはいないんですよ僕はい そうなんです、か。昔のほう、劇団七指時代はあったんですけれはい。劇団七指というのは、コント赤信号、渡辺さんが作った劇団です、はい、どうぞ。全部ね、ほろしくないので、ありがとうございます、本当にこういう劇場でやれることも、本当に楽しみにしておりますここもね、ある意味ね、歴史のある芝居具合でございますそしてこれ用の、このこ劇場用の芝居をね、今回、みんなで作ってきました。 結構中身もちょっと違ったりとかしています、はい。中身もちょっと変えたりとか、はい、まあ現代のえまあこの状況化にこう合わせたようなこう客色をしてやっています、うん。やっぱりえまあこれは江戸時代が時代のお話なんですけども、えん前江戸時代もまあご承知のよりいろいろな伝染病も流行ったということで、まあそれをちょっとどういうどういう感じかなとお互いのか共通点を探って、まあ やららさててもらってますあの人情喜劇です、えー、歌舞伎にもなったり落語にもなったりしております本当に楽しい芝居ですコントのような部分もあります、えー、今のこの世知がい状況ではございますが、えー、少しでもこの,あのなんちゃんと近藤とのやり取りを笑っていただけたら嬉しく思いますぜひ皆さんお待ちしております今だからこそ、まあ、ちょっとほっこりと笑って気持ちをですね明るい方へ明るい方へ 持って行ってもらえればと思います配信もやっておりますのでそちらの方もぜひチェックしてもらえればと思いますよろしくお願いします